司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。高齢の子供がいないご夫婦が万が一遺言を書かずにのどちらか、まあ例えばご主人が亡くなった場合にはどうなるでしょうか。遺言を書いてなければ法律上の相続人全員の後日印と印鑑証明書が必要となってきます。ですのでご主人のご兄弟の人すべてで、ご兄弟の人も高齢なので、もし万が一ご主人より先にお亡くなりになっていったら、その子供、まあ甥姪ですね、甥姪皆さんの実印と印鑑証明書が必要になってきます。なかなかご高齢になられてると、ご兄弟とかとも、まあ、昔は付き合いがあったけど今は全然ないとか、あとまあご兄弟とは付き合いあったけどその下の人ですね、甥姪とはまあなかなかもう疎遠であるっていう方がたくさんおられます。そうなると全然知らない、まあ話したこともないような人に実印と印鑑証明書をもらわなければいけなくなります。遺言書を書いていないご高齢の夫婦の方、今でもやはりたくさんおられるのはおられます。で、そこで万が一のことが起こって当事務所にご相談に来られたら、10人20人全然顔も知らないような人に印鑑もらわないとダメっていうケースが本当にたくさんあります。そこで手間暇かけて、まあ皆さんに判がもらえたらいいんですけれども、誰か一人でも判を押さないということになれば、もう何もできない、不動産の名義変更もできない、預貯金の解約もできないということになってしまいます。このような事態を避けるために、ぜひ公正証書遺言を作成するべきだと思われます。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。